とにかくですね、いくつかの宿題になってたやつの、途中経過というかですね、今日はちょっとバンバン行きたいと思うんですが、昔ですね、バラしました、間宮の16、まだレンズつけてないんですが、間宮の16じゃない、今度は間宮6、6ですね、これなんですけども、結局、蛇腹がもうボロボロ穴開きになってしまってですね、その蛇腹さえ治れば、あと、例えばファインダーなんかも拭いてたらですね、実は拭けば拭くほど曇っちゃって、なんかおかしいなと思ったら、アクリル板を切って適当にはめた修理なんかされたりなんかしてですね、まあ、それもガラスをこうきれいに切って、はめて、ファインダーも今、クリアに見えていてですね、あとその、バックフォーカシングですから、バックフォーカシングと距離計の部分は、もう、こっちがどんな状態であろうが、独立してますので、まあ、それで距離計が大体ほぼ無限来てるなっていうのが、その辺の調整も済ましてあるんですけども、いかんせその蛇腹がですね、これは本当困ったもんで、で、ちょっとですね、試作品というか、完成イメージ、画像はイメージですなんてよくありますけど、まあちょっとね、派手めの緑色も悪くねえな、みたいな、感じなんですけども、成功者ラピッドはこれについたりとかするんですが、これはコパールだったかな？ 忘れちゃいましたが。で、この、まあじゃあ、これね、いろいろな素材で作ってみたんです。で、まあ、特に畳んだ状態で保管されるので、まあ割とこうカサカサしている蛇腹がいいかなと、思っていろいろ素材を探したんですが、なかなかいいものが見当たらず、それで、結局ですね、まあ、この、カメラ改造と修理術の中にですね、まあ、身近な材料で、蛇腹は作れるって中先生のですね、記事があるんですけども、まあやっぱこれにできるだけ忠実にやるのが、とりあえず初心者にはいいでしょうという結論に達しまして、まあ、これはですね、クラフト紙を使って、それにですね、アクリルカラー、まあ結構古い本なんでですね、当時はアクリルカラーっていうと、今いろんな国産でもあるんですけども、まあこういうリキテックスですね。こういったのをですね、塗って、まあこれはですね、下地だったり、それから艶消しだったりするんですが、これ色ですね。で、当然絵の具ですから、色はいくらでもあってですね、いろんな色が塗れて、まあ、紫っぽい赤とかでもっとレトロな感じでも面白いんじゃないかなと思うんですが、で、ただ折り方なんですけども、僕は今回このマミヤ6の蛇腹結構きれいに剥がせたので、まあ型をそっから直接取っちゃいました。で、で、クラフト紙にですね、型を取ったのをスキャナーでスキャンしてですね、で、こうクラフト紙にこういうふうに、インクジェットプリンターでプリントしたり。で、このプリンター用のクラフト紙っていうのも A4 サイズで、ハンズに売ってましたのでやってみたんですが、ちょっとですね、クラフトの紙では分厚いかなと思い出してですね、で、まあ、銀座の糸屋に行ってハトロン紙という紙を、大きい1メートル四方でも30円ぐらいの紙ですが、まあ、それにですね、先ほどみたいにまたプリントアウトをして、で、裏には和紙を貼りまして、で、まあ、こういうふうにちょっと作ってみました。で、クラフト紙で、白色塗っただけのやつはこういうふうにまあ折れたん、これを折ったらですね、まあ、こういうふうになる。で、これからアクリル色塗っていけばですね、まあ、遮光と、それからちょっとぐらい水がついても大丈夫なので、まあ、こういうふうに、で、こう、糊で貼ってですね。この糊で貼ったとこだけどうしても分厚くなっちゃうんで、ちょっとこれ、工夫がいると思うんですが、まあ、この糊で貼るとこの一つの工夫っていうのは、先ほどの記事にも書いてある通り、まあですね、
こういうふうにして貼っちゃわないで、ここをですね、ここにだけは、2枚貼り合わせるときに、さっきのミディウムをつけないようにしてですね、こういうふうに互い違いにして貼っておきましょう、なんて書いてありました。確かにこの方がですね、段差が少なくて、綺麗に、貼れると思います。で、最初はですね、僕は折ってってから貼ったんですが、こっち2回目はですね、これを貼って筒にしてからですね、折ってみました。そっちの方が楽だと思います。で、ある程度こう筋なんかもですね、要塞用の、ジュラコンかなんかでできたこうヘラなんかでですね、こう筋をつけとくと折りやすいので、まあそういう風にしてですね、折って、まあ3つか4つ作ればかなりコツがつかめるんじゃないかなと思いますが、でも紙で折るとですね、どうしても、これやっぱり、スプリングカメラの蛇腹なんですが、これね、50年前の品物で何使ってるか、多分革を使ってると思うんですけど、やっぱりそれでも、こう、なんですかね、息がいいんですよね、やっぱり。50年経ってても。こういう感じ、こう、ぴょんぴょんぴょん。これやっぱりこう、もそ、もそ。ね。だからやっぱり紙だけじゃない。と思うんですが、結果といってこの、ビニールで作るとこのカサカサ感が、出ないんですよね。これ。みんなね、蛇腹ってこうカサカサしてる。で、このカサカサがないと、ギュッて畳んでですね、長時間置いてるとくっついちゃうんで。まあ、ただもう、その、中さんの記事を読んでいても、まあ、この紙で作ってアクリルカラー、これはまあ、遠差しに作ったやつでもう、ひっちゃかめっちゃかなんですけど、まあ、この素材が、一応、現時点では一番ベストかなという、途中経過です。例えばこれはマミヤのジャバラレンズフードのジャバラン、多分これはビニールだと思うんですが、薄いビニールを紙の上に貼ってる、布の上にビニールを貼っているのか。ただ、これはですね、先ほどよりはカサカサ感は薄くて、ただこれはですね、こう、緩く圧着しておくだけなので、多分こういう素材が選ばれているのかなと思うんですけども、まあ、なんせか非常に難しいです。苦労する。まあ、挑戦しがいのあることだとは思うんですけども、まあ、とりあえずですね、僕は、ハトロン紙に、和紙で裏打ちするという方法で、アプローチしてみたいと思いますが、まあ、しのぐぐらい大きいカメラでですね、ある程度こう力が加わらない状態で保管しておけるものはですね、カッティングシートみたいなビニールもなかなかいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、大きさにある程度よるのかなという気もします。ということで、蛇腹は一応なんとか目処がついてきたという、ちょっとご報告でございます。